ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに懐かしい日本の歌をお送りしましょう。今日は汽車をお届けします。今は山中今は浜今は天井渡るぞと大棒間もなくトンネルの闇を飛んで広の花遠くに見える船の屋根近くに見える街の土地森や林や田や畑後へ後へと飛んでいく周り道路の絵のように変わる景色の面白さ人へてそれと知らぬ間に早くも過ぎる幾十里汽車をお聞きいただきました。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど様々な角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち田口愛子さんの事案についてご説明します。田口愛子さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1978年6月頃、田口愛子さんは東京高田馬場のベビーホテルに2歳と1歳の子供を預けたまま行方不明となりました。当時22歳でした。その後の調査捜査により北朝鮮に拉致されたと考えられています。1987年11月の大韓航空機爆破事件で有罪判決を受けた北朝鮮の工作員キムヒョンヒはリ・ウネという女性から日本人の振る舞い方を学んだと主張しています。このリ・ウネが行方不明となった田口さんと同一人物と考えられます。これに対し大韓航空機爆破事件そのものへの関与を否定している北朝鮮は、リ・ウネという日本人女性はいないと主張しています。そして、北朝鮮は1981年から1984年まで、田口さんは別の拉致被害者、横田めぐみさんと共同生活をしていたと説明し、田口さんとキムヒョンヒとの関係を否定しています。しかし、
帰国した拉致被害者によれば、田口さんは1981年から83年にかけて、オッカという北朝鮮の女性工作員と共同生活をしたと話していたということです。このオッカというのは、キムヒョンヒの別名です。また、北朝鮮は、田口さんが1984年に、同じ拉致被害者の原忠明さんと結婚し、1986年、原さんの病死後、すぐに自動車事故で死亡したとし、2002年9月に田口さんの死亡確認書を提出しました。しかし、この確認書は、当時の日本調査団訪問時に急遽作成したものであることを、2004年の日朝実務者協議において認めています。さらに結婚についても、帰国した拉致被害者は、田口さんとは1986年7月頃まで同じ招待所にいたが、田口さんと原さんとの結婚の事実はなかったと証言しています。このように、田口さんの安否に関する北朝鮮側の説明は信憑性が疑わしく、田口さんは1986年に死亡したという北朝鮮側の主張を受け入れることはできません。日本政府は、田口八重子さんを含む全ての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、田口八重子さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今日は、拉致被害者、田口八重子さんへのメッセージをお届けします。まずは、八重子さんのお兄さん、飯塚茂雄さんです。このメッセージは、2015年3月4日に収録したものです。北朝鮮にいる田口八重子、私はあなたのあんちゃん、茂雄です。もう何回も何回もこの放送をそちらに送っていますが、聞いたことがありますか？この放送をぜひ他の方も聞いていただきたいと。そしてまたこの放送を聞いた皆さんについては、ぜひ田口八重子に情報を散らしてほしいといつも思ってます。まあお前もそろそろ60になったでしょう。あなたの顔をいろいろ想像するにあたっては、全くはっきりしたイメージが湧きませんが、あなたの置いてった22歳の時の写真、あればかりを眺めてます。毎日毎日眺めてます。そして手帳にも挟んで、どこへ行くにもお前と一緒というつもりでいつも行動してます。お前の可愛い子供2人、孝一郎はもう39歳。立派な大人になりました。経済的にもしっかりと基盤を立てて、あなたの帰りを待ってます。そして、長女の綾も子供が生まれて今3歳です。非常にそのお前の孫にあたるわけです。それが八重子にそっくりなんですね。お前の顔を私は小さい頃から知ってますけれども、とにかくおばあちゃんになっちゃったんですね。そのおばあちゃんが孫を抱く、これもまた大きな夢です。期待もあるわけです。まあそれにしても、お前の家族だった二人がきちっと世間に出て生活の基盤を作りながら、お前を待ってます。みんな頑張ってます。なかなか実際には会えるというその大きな希望、夢がなかなか実現しない状態ですけれども、きっとお前は、八重子は、自分の子供、あるいは孫に会いたいという気持ちは全く変わらないと思います。そしてまたそれは毎日毎日思っていることでしょう。今、
じっと我慢してる、まあ、あなたに対して日本国政府もなんとか早く助け出したいという意向は強く出てます。特に安倍総理になってからこの北朝鮮問題自らの責任で解決するというような強い意思を示しております。そしてこの経過としては北朝鮮側から日朝すなわち日本と北朝鮮との政府間協議というものも始まってます。少しずつですけどもこの解決にこの問題の解決に向けて今進んでいます。そういったことを考えれば私たちも含めた全日本人の世論も高まってなんとか早くこの問題を解決に向かわせなければいけないと、まあ、いうような思いが相当盛り上がっています。あまりにも長い間この問題が解決しないというこの状況からすればもしかしたらあなたは八重子はもう助けてくれないんではないかと、まあ、いうような思いに浸るかもしれませんが絶対にそういうことはないです。ありません。あなたが頑張ってくれさえすればもう少し我慢して頑張ってくれさえすれば必ず日本に帰れます。そして、私たちお前の兄弟子供孫含めてあなたが帰ってくる日を夢見てます。まあこれは夢だけではダメなんですが実際にその夢が実現してあなたが飛行機に降りるタラップの下で私たちが迎えるそして降りた時に抱き合えるこの姿を夢見てます。この夢が実現するようにあらゆる人が思い活動をしてます。当然お前の大事な息子孝一郎そして娘の綾これも当然ながら私と同じような気持ちで待ち焦がれまた奪還のための活動もしています。私もそういう意味では日本国だけではなくて世界各国渡り歩いてですこの拉致問題を訴え家族の思いを訴え国連の関係でもですね人権理事会あるいは国連の総会いろいろな形があります。ですから日本国と国連の関係と総合してですね力を合わせて大きな力として解決への糸口を探し具体的な解決の道を作るとまあいうふうに努力してます。とにかく八重子もう今はとにかく元気でいてください。まあ病気をしたという噂もありますがきちっとちゃんと生きていますという情報も入ってます。私たちはそれを聞いてですねこれ早く助けなきゃいけないというこういった気持ちが日に日に強まってきます。ぜひ私たちのこの放送があなたに聞こえたら多分喜ぶと思います。私たちも元気でいます。ぜひそのうち近い将来近いうちにですねあなたを抱き涙する時が来ると、まあ、いうふうに私は信じております。ですからあなたもそれを信じ頑張ってください。またそのうち放送します。それではとりあえずさようなら。また元気で会える日を楽しみにしております。続きまして八重子さんのお兄さん本間勝さんです。このメッセージは2015年4月26日に東京で開催された最終決戦の時不退転の決意で全員救出を国民大集会で収録したものです。私は田口八重子の3番目の兄の本間と申します。今日はお供いただきましてありがとうございます。私はですね北朝鮮の金正恩に対してこの集会を注視していると思います。そこで正恩に対して物申したいと思います。我々も時間がありません。すぐに拉致被害者を全員帰国させなさい。それはなぜかというと金正恩自体が政権が危ないからです。それはまず第一に金正恩の暗殺未遂事件がもう2件実際に起きております。第1回目はですね2012年の11月の3日
建設現場視察日の朝発見されました。南の向かいの建設現場に機関銃が隠されていた。これが暗殺未遂件。それから2回目、2013年5月平壌の女性交通警官がですね、それを未然に防いだということで表彰された事件がございました。キム・ジョンウンの車に大型車が突っ込む予定だった。それを交通警官が事前に防いだんですね。それともう一つ、アメリカソニーが作ったキム・ジョンウン暗殺の DVD 映画ですよね。これは韓国の右派団体で風船にくくりつけてですね、その DVD を飛ばして北に見させるというようなことをやっております。ということは、北の人民にすれば自分たちの総大将がですね、こういう状況になっているのか、とてもじゃないけどこの人にはついていけないなということを知らしめるものなんですね。それとですね、北朝鮮の体制、経済体制自体が外貨不足に陥ってます。これに対してミサイルとか核に金を使っている場合ではないよと。これが現金の不足自体がですね、どのようなことから起きているかというと、朝鮮総連が日本からですね、北朝鮮に対して大量のお金を送って、過去にね、送っておりました。年間600億円。それから内閣調査室の調べでは、1800億円から2000億円の現金とものが送られていたという実態がございます。これがもう吐血しております。要するに、日本の政権の経済制裁、厳格なる法の執行によって、金がですね、送られなくなっていった。それが、朝鮮総連本部の売却、競売の元になったわけなんですね。そのような現金枯渇、ということが、そういう状態が起きてるんだよと。あなたたちの経済体制っていうものは非常に不安定なものなんだよということを北朝鮮の人民に知らしめたいと思います。それらによって日本からですね、早く拉致被害者を返して日朝交渉を進めてですね、経済体制を築いていかないと、もう自分たちの体制の不安定さが危惧されるんだよということを訴えたいと思います。どちらが先に倒れるかというような状態になっているんです。キム・ジョンウンよ、早く拉致被害者を返さないと、お前の命さえ危ないんだぞ。以上です。続きまして、田口八重子さんの息子さん、飯塚幸一郎さんです。このメッセージは、2015年4月26日に東京で開催された最終決戦の時、不退転の決意で全員救出を国民大集会で収録したものです。皆さんこんにちは、田口八重子の長男でございます、飯塚幸一郎です。私が本日申し上げたい点としては至ってものすごくシンプルでございます。約1年前ぐらいにストックホルム合意がなされました。端的に申し上げれば、すべての日本人における諸問題を包括的、並行的に協議をしていくと。その結果をその2015年の夏ぐらいまでには出したいという、ことでしたが、本日まで見て事実としてあるのは、まず北朝鮮が特別調査委員会を立ち上げた。結果はゼロです。何も出てきていません。また日本として経済制裁解除をしたまま、それから1年経っても何もなされていない状況でございます。またちょうど昨日、私が自宅で何気なくテレビをニュースを見ていたら、どこぞのナンバー2の方が松竹の不正防止に関して家宅捜索するのは不当弾圧であると、で日朝協議が進まないことは日本に問題があるということを報道として流れました。結果として、私が感じたのは、もう北朝鮮が本気ではないというのがもう明らかであるだろうというふうに考えています。
そしてまず日本がこれまでにないぐらい本気でこの問題を解決するんだという姿勢をまず見せる必要があると。そして北朝鮮が本気になる必要があるのではないかと思っています。その結果解決が出てくると考えています。そして正直申し上げて、私個人としてはもうストックホルム合意でなされたその拉致被害者の報告書なんかいらないと思っています。夏までの解決とかどうでもいいと思っています。私としてはもう焦らず確実に最優先で拉致被害者を帰国させる、このことこそが解決だと思っています。ですので皆様、これからもご協力のほどお願いします。そして改めて皆様に申し上げます。我々家族は30年40年という長い月日、私たちの家族に会ってないんです。これは怒って当然なんです。ですのでこの怒りを北朝鮮に向けたいと思います。どうもありがとうございました。田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。今日は田口八重子さんのご家族からのメッセージをお届けしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。